え、皆さんこんばんは。こんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。これは本当に楽しみな、はい、僕はね、あの企画というか、本当にいつも心待ちにします。これはでですよ、はい、今回なんですけども、うん、スペシャルゲストでございます。はい、テレビディレクター千葉さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。なぜ千葉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。デニコアでおなじみの千葉さんでございます。デニコアでディレクターをやっておりまして、基本的に怖い話を主に扱っているディレクターさんという認識でよろしいんでしょうか。そうですね、はい、まあ、でも本当は僕、はい、テレビの仕事の多さで言ったら、はいはい、それこそその普通のバレエでも多いんですけど、はい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 、なるほど。なんかでも怖い話でね、うん、あの千葉さんのお名前出てくること多いんで、好きなんですよね。あ、そうなんですね。好きで、はい、初めてそれこそ通った、はい、地上波で通った企画っていうのが、はい、世界の怖い夜っていう番組で、はい、だから唯一自分の一発目に撮ったのかな、あの企画が。でちっちゃい頃からテレビでそれこそいっぱい見てて、はい、いつかやりたいなと思ってて、はい、そういうのあったんですよ。そうですそうです。で夢が叶ったのがあの番組だったという感じですね。そうなんですね。うん、で今回なんですけども、はい、やはりテレビディレクターということですので、うん、やっぱ業界の裏といいますか、はい、なんかお蔵になった話とかなんかこう結構やばい話が聞けそうじゃないですか。まあ、多分ね、はい、YouTube 見てる人は多分一番聞きたいでしょ、千葉さんの裏側のそういうテレビに関することであったりとか。だからもう今回千葉さんの裏の話ですもん。テレビディレクター関係ない千葉さんの裏の話よこれも。はい、千葉さんの裏の話聞きたい。じゃあお蔵入りになった話。おお、はい。何本かあるんですね、はいはい、で中で心霊もののお蔵入りって僕2本ほど経験してて、2本1本目はその世界の怖い夜、はい、で、山里さん、はい、南海の、はい、山ちゃんで一人かくれんぼをやった回がある。おー、はい、でいろいろ一人かくれんぼをやってみたら、はい、いろんなこと起こったんですね。音が鳴るとか、ほう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 、そういうことが起こったんですけど、はい、それがまるまるお蔵入り。なんで？なんですね。これはテレビの、はい、まあ本当にコンプラですね。はい、これすごく納得いかなかったんですけど、はい、当時は、はいはいはい、何を言われたんですか？誰かが真似をして、はい、本当になんかやばいことが起きた時どう責任取るんだと。一人かくれんぼを真似する恐れがあるとか、はいはい、真似して誰かが何か霊障が起きて、はい、例えば怪我、はいはいはい、もしくはもうね死に至ることもあるかもしれないから、はいはい、それは誰かの真似をして山里さんやってるわけですよね。考えてみたらそうなんですよね、元々の趣旨でって言ったら。でこれ不思議なんですけど、はい、テレビってこっくりさんも扱えないですね。ああそうなんですね。こっくりさんもやっちゃダメ、はいはいはい、いわゆる高齢物と言われるものは NG、はいはい、そうなんですね。そのルールをちゃんと知らずに、はい、取ってしまった。はい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 。でも南海の山ちゃんも人気者で、はいはい、抑えて、しかも取れ高も面白かったんですよ、はい、とみたいなことが。いや山里さんやったらめちゃくちゃ面白い映像になってますよね。ねえ、ですよ、あれはね本当にね出したいぐらいに、ね、なんていうのが1本目だったんですけど、はい、2本目は結構最近で、はいはい、一昨年、はい、去年かなの話ですけど、はい、横澤プロダクション出た三軒茶屋の、はい、で、まあ某テレビ番組で行きまして、はい、インディアンスさん、はいはい、に行ってもらってスタジオと中継を結んで、はい、でそのこっちゃこっちゃ収録している中で、はい、何かがあったら呼びかけてください、はい、っていうところだったんですけど、はい、突然途中でふわーっと呼びかけが入ってきて、はい、で皆さん出た出た出た、はい、何が出た、はい、白い手が出たと、はい、でキムさんが撮ってる映像を確認したら、はい、横澤プロのそのっていうんですかね、こう階段状になっている棚みたいなところから手が出てきてるんですよ、はいはいはい、とんでもない映像が撮れたと、はいはい、がっつり出てる、がっつり、こんなにがっつり出てる映像、はいはい、手っぽいとかじゃないんですよね多分、はい、テレビ史上初だろうと、はい、いうような映像だったんですけど、はい、その部分が丸々カットになるという。うわーダメなんだ。これはもうその本番直前ですか、もうそれとも撮ってきて見せた段階でアウトなんですか。これはですね、はい、これはもうトップダウンがあっ
って、はい、だからオンエアの2日前にダメになる。じゃあ3日前まではオンエアされること期待してましたよね、絶対オンエアするために作ってました。はい、そうですよね。でその判断というのが、はい、これなんか僕この話を何回かしてるときに、はいはい、あとまあそれこそスタジオに陣内さんがいて、はい、陣内さんもこれ話して、はい、ニューヨークも MC やったのに、はい、ニューヨークもこの、はい、みんながちょっとこうなんでだよってなって、はい、でこう巷で言われてるのが、はい、その本物はテレビで映せない、うんうんうん、あじゃんっていうのを言われてるんですけど、はいはい、そんなことはないです。これなんでダメだったかっていうと、はい、はっきり映ってる、はい、でそのこれはもう上層部の判断ですけど、はい、はっきり映ってるっていうことは、はい、偽物なんじゃないか、はい、この手っていう映ってる手は、はい、で偽物だとしたら誰かがやらせをやっている、はい、で制作陣がやってないとしたら、はい、じゃあ横澤プロダクションの方で何かやってるのかもしれない、はいはい、その裏は取れるのかと、はい、絶対に誰もやってねえぞっていう裏が取れるんだったら、はい、そこまでの検証をセットにするなら、はあ、なるほど、映像解析するなり、はい、その現場行って現場にね、あの専門家、はい、工事業者とか全部やって、うん、全部引っぺがしてみるなり、はい、裏の仕掛けがあるとかね、調べて、そういう、はい、検証をした上で出すならかだけど、はいはい、そんなこともせずに幽霊かもしれないと無責任なことを言って、はいはい、後から違いましたっていうわけにはいかないぞと。はあ、なるほど。そう言われれば、はい、まあねとは言ってますけど。でも2日前ですもんね。悔しいな。悔しいですよね、うん。でもまあ今のテレビの要は自主規制というか、はい、これが本物である。はい。と確信を持てるなら出せるんです、逆に、はい、本当に幽霊だと、はい、長回るとしっかりそこまで裏を取って、はい、ただこんだけ映ってるの今まで見たことないよね、うん、と、はい、っていうことは嘘なんじゃないかっていう理論、うん、で深い理論、お蔵入りになったと、なるほどね、いうのが僕の心霊のお蔵入りに、はい、お蔵入りに、でもう一つお蔵入りが、はい、はい、これ心霊とちょっと離れるんですけど、はい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 、これまあ YouTube 的にありかどうかご判断ください。終わりました。はい。結構ピリッとした話なんで。はい。私の見た未来という。はい。辰木亮さんの、はい。はい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 。有名な漫画ですね。はい。2025年 7月に大災難が起こる、はい。はい。っていうので、僕、辰木さんに会って、はい。取材したんですね。はい。はい。で、その時に、まあ夢ノートっていうのを見せてもらって、はいはい、でそこの中に書かれてるのが、はい、まあフィリピン海沖で何やら爆発的なものが起きて、はい、で横浜とかで津波が来るという夢を見た、はいはいはい、でこれは南海トラフなんじゃないか、ちょっとずれるんですけどね、場所はフィリピン海なんで、はい、南海トラフなんじゃないかみたいな話もあって、はい、でテレビ番組で僕取材してるんで、はいはい、それこそじゃあこの可能性、はい、いろいろあるのかということで、まあ、関西のある大学、はい、地学の先生に、はいはい、見解を聞きに行ったんです、はい、そしたら2025年7月までには絶対に起こると、はい、方がおっしゃってるんですか。でその先生、大学の先生曰く、はいはいはい、大阪万博できないよって言うんですよ。え、だって地震来ちゃうから。言い切ってるんですか、その方。これ必ず来ると。それが明日になるのか、はあ、2025年の7月になるのかは分からないけど、はい、2025年の7月までには来る。はい、で、言い切った。言い切ってるんですか。でそれはもう、すごいこと聞いて面白いと思って、はい、で、はい、編集したんですけど、はいはい、あまりにも、はい、それそこらの占い師が言ってるなら、はいはい、こんな言い方もどうかと思うんですけど、まあまあまあ、メタルも発見、はい、アタルも発見、はい、そういう言葉ありますもんね。いいんですけど、はい、地学の大学の先生、はい、先生が言ったというのは、はい、オンエアできないと。うわー、そうか、なるほど。怖っ。お名前があるだけに世間的な影響がすごく大きい。そう、あと、まあ、テレビという公共の電波を使って、はい、ここまでの、はい、不安を煽る、そうですよね。放送するのは不可能だということで、全国うわー、そうなんだ。
え、どうします千葉さん、どうします。あ、僕何もしないです。もう何もしない。別に大丈夫、僕大丈夫だと思ってる。いろいろね、いろいろ千葉さん持ってくる例みたいなものが。生きてます。大丈夫だと思います。高いところにいます、多分。その瞬間、その瞬間入れるんだ。多分大丈夫。いや、でも怖いっすよね。いや、そうなんですよ。だから、テレビって、そのお蔵入りになるので、いろいろあるんですけど、やっぱり理由は。基本的には、コンプラ。コンプラか。自主規制というところで、なんか不都合なものを隠そうとかでお蔵になることは今のところ経験ないです。そうなんですね。で、やっぱコンプラなんですね。いや、なんだね、はい、たまに聞きますけどね、すごい上から、はい、トップダウンで、はい、国の方からトップダウンで来てんじゃねえかみたいな説も。はあ、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 国から、ね、はい、報道とかはね、はい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 、でも今のところそんな目にあったことはないないです。逆にバラエティーでオクラになることとかってあるんですか。バラエティーで怖い話以外で、そのバラエティーで、そうですね、キスシリーズっていうのをずっとやってまして、何なのかっていうと、出川さんのキスシリーズっていうのがあって、一番初めに熊とキスをしようっていうところから始まりまして、これは千葉さんが考えつくんですか。そうですね、はい、その時は会議、夜中の会議で多分みんないろんな人たちと話してて、はい、あ、それいいってなって、はい、なるほど、なったわけですよ、はいはい、ホウジロザメとキスをしよう、はい、と、あと、はいはい、サイ。サイ、サイ怖いな、でかいな。で、電球なぎと寄生する。みたいなシリーズがあって。はいはいはい、で、それをずっとその番組、はい、日テレの番組ですけど、はい、ずっとやってたんですけど、はいはい、だんだんまあ、その出川さんそれだけだと面白くないからということで、はい、対抗馬として、はい、その時その時のゲストというのが、はい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 、まあ、似たようなことに挑戦する。はいはい、で本当に危険なのは出川さんなんですけど、はい、ジンベエザメとキスをするっていうのを、はい、あるモデルさん、女性の、おでやったわけですよ、はい、でフィリピンに行って、はい、フィリピンのジンベエザメ、はい、すんごいっすよ海の中、全然危ないっすよ、8メートルとかでも、まあ、危険はないじゃない、ジンベエザメは、ジンベエザメですから、ブレッド食べますからね、口開けたままだーっと近づいて、はいはいはい、で見事キスをした、ほう、ちょっと、なるほど、で、はいはい、まあ、素晴らしい映像撮れたねって言ってたら、はい、僕がフィリピンにいる間です、はいはい、東日本大震災が起きまして、あー、そうだったんですか。で、僕経験してないですね、フィリピンにいたから。あー、そうなんですね。日本での揺れというのを。そうなんですよ。体感してないですね。で、帰ってきたら、まあまあまあ、もう成田からちょっとおかしなことになってますけど、みんな。そうですよね。成田帰ってきたはいいけど、海外の人たちは、うんうん、そこから今度東北の人たちが帰れないみたいなので、なるほど。溢れてましたね。そうだ、そうだ。はいはいはい。なんていうので、はい、津波だったじゃないですか。はい。はい、海、うん。ジンベエザメも、ダメだ。そっか。オクラになりまして、結局2年後ぐらいに放送しましたけど、頑張って。ああ、あれたんですね。あれたんですね。でもやっぱちょっと短くなるんですよね。テンションが変わってから。そっかそっか。ああ、なるほど。その時のね、撮れた時の、そう、あの面白さというか、そんなことはありました。そうというか、その時にあった出来事によって流せないものも出てきてしまうということですね。千葉さんはあれなんですか、バイオレンスな方がやっぱ好きなんですか、剣と隣り合わせというか。そんなことはないですけど、はい、まあ、育ちというか、育ちテレビディレクターとしては、ね、そこの育ちってことですね。テレビディレクターとしては育ちが、はい、それこその出川さんのキスリストが、はい、その辺が僕の原体験、はい、デビューぐらいのディレクター、はいはい、そういうことをやってきて、はい、それこそ今デニコンのデニスと初めて会ったのも、はいはい、サメに襲われたらどうすれば助かるかという企画で、はい、まあ大事な防衛する大事なことなんですよ、実験番組ですね、そうですよ、実験番組ですからね、襲われたことがね、バハマの海に行きまして、はい、2、30匹のサメがいる海に鎖帷子してて、4択作ろうと、どうすれば助かるか、噛まれたらそれは正解じゃないね、はい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 、で、はい、いろんなことを試してみたいです、はいはいはい、サメに対して、サメに対して、はい、でその度にユキオちゃんが噛まれるわけですよ鎖帷子の上からで、はい、でユキオちゃんはもうあのノイローゼになったらして、はいはい、3泊ぐらいしてたんですけど、はい、朝、はい、ホテルで、はい、
俺の顔を見たくない、はい、怖いから怖いから何やられ言わされるか分かんない、はい、何やらされるか、はい、1日目で海に突き落とされてサメの、はい、え突き落としたんですかいやいやで違うんですよ、はい、あ行けって言っても行かない、はい、はいはいはいビビってあなるほどやだみたいになるんですかそうそうそう、はい、いや行かないじゃ終わんないから、はいはいはい、っていうことで、はい、まあそれはしょうがないですよね、はい、お寿司がドン行くのが仕事だから。そう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 。行かないと始まらない。はい、だって4択作んなきゃいけないから。はいはいはい、はい、でしかも正解がどれだか分かんない。正解が出るまでやんなきゃいけないわけですから。はいはいはい。っていうのをやって、はい、でもそのサメのチームが、はい、そのバハマにいて、はいはい、野生のサメを餌付けして、はい、まあその観光客に見せて、はいはいはい、まあ、結構プロフェッショナルな人。はい、で野球場がもう泣きついてその人たちに、はいはいはい、もうこんなん。おかしいと、はい、危ないでしょ、はいはいはい、言ったら、はい、そのバハマ人の人ですけど、はい、いやいやもう千葉が来るって言ってたから、はい、こうなることは分かってたよいや実は前にも言ったことがあった。あ、そうなんですね。そのチームと僕はロケをしていて、はいはいはい、スリムクラブさんで、はいはい、今年夜中のテンションで思いついた企画ですけど、スリムクラブさん、はい、ヘリコプターで、はい、そのサメの上空まで行って、はいはい、ヘリコプターから海に飛び込んで、はい、サメをキャッチするっていうのを、はい、企画なんですかそれ。これできるかなっていう。できないですよ。できないですよそんなこと。なんすかそれ。そんな状況ないですよ人生の中でも。それだからもうね、本当テレビの一番醍醐味ですけど。はい。大人ですよ、みんな。大人が、そんなこと思いついて、でめっちゃ金かかるんですよ、そんなこと。ヘリコプターチャーターして、バハマまで行ってね。え、ここ聞いていいですか？どれぐらいの予算かかるんですか？ 600 とか。うわー、かかりますねー。はい、を実現させるって、はい、もうテレビしかできないんですよ。そうですね、なるほど。はい、でも、その当時は行ったら、その、バハマの、サメチームが、はいはい、そんな危ないことは無理だった。プロフェッショナルが。無理ですよ、サメを扱ってるプロフェッショナルが。死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。はい。って言われて、はい、でも行っちゃってますから、僕は。はい、言ってますね。絶対にやりたい。はい、死ぬって言われてるのに、やりたいですね。で、はい、じゃあどうすればいいかっていうことで、はい、じゃあ一回俺がやってみると。はい、おで、俺がやってできたら、やらせろっつって。はあ、実験台として。はい、そしたら、はい、もうじゃあやってみろよってなって。はい、向こうもね、できると思ってないもんね。うん、で、バーってヘリコプター乗ってですよ。バーって行って、その上行ったら、うじゃうじゃのサメがいるわけですよ。もう出してんすかこの背筋で。出してるっていうか、餌バンバン投げて。うわぁ、あっちってきてるね。なんていうのもう、狂乱状態になって。はいはいはい、はい。落ちてきたもんバローンって入ってくる。死ぬ死ぬ絶対そんなもん。でも鎖片部は来てますからね。いやそこまで信用できるものですから、ね、鎖片部が。RPG でしか聞いたことない、俺も。怖いよもう。で、はい、一応バーン飛び込んで、はい、バーンってやったら、はい、捕まえられる。嘘すごっほらできるじゃねえかって。でそんな経験があってからのデニスのロケだったんで、はい、サメチームの人は、はい、千葉だろとあいつが来るんだったらまたおかしなことはやるよ3人千葉みたいな感じじゃないですか、ま、日本の千葉が来るよって言ったらそうなんですよ、はい、でゆきおちゃんは、はい、そういなされちゃってもう、はい、千葉がやれっつうのがやるしかないよみたいなやれよっつって味方がいなくなって、はいはい、おっしゃあそうそんな、はいロケをするのが原体験にあったんで、はい、なるほどなるほど。だから別に好きなわけじゃないですよ。はい、ああそういうことか。いやいや好きですよね。多分そういうちょっと無茶というかなんかその怖いとか危ないギリギリを攻めるみたいな。なんですかね。なんなんでしょうね。いやまあそんなつもりもないんですけどね。ああしっとりしたものも撮りたいなとは思ってます。千葉さんのしっとりってなんすか。初めてのお使いみたいなものオファーが来ないだけで。いや無理じゃないですか。いや絶対撮りないでしょ絶対。いいですよ。すごいもの買ってこさせるでしょ。それだったら呪物的なね。呪物みたいな。アフリカの奥地に行ってその部族のやつを初めて子供みたいなに行かせるとか。素晴らしい。デニスに行かせるんだよ。いや、ね、面白いなぁ。やっぱテレビってもう今本当になんかこう千葉さんのやりたいことってできなくなってません？まあでもね、はい、そんなことはないですよ。あ、そうなんですか。はいはい、楽しいですよ、やっぱりテレビ。はいはいはい、やりたいことを、うん、それこそお金かけてできるっていう。なるほど。のと、やっぱり本当に YouTube よくやってて思いますけど、はいはいはいクオリティの差が圧倒的なので、なるほどなるほどね、それは当たり前なんですけど、かけてるお金も違って、違いますからね、関わってる人も違って、はい、いつも違うもんな。そういう意味では、うん、テレビにしか作れないものいっぱいあって、なるほど、楽しいですね。今後こういう風なもの撮りたいんだとか、
テレビでこういうことしたいんだみたいなのってあったりするんですか、うん、僕はもうね、はい、一貫してないんですけど、はいはいはい、ホラーを、はい、テレビでまだやりたいんですよ、はい、なかなかできなくなっては来てますけども。これってやっぱり本当にホラーはテレビダメなんですかね。基本的に放送法に明記されてるんですけれども、はい、要はまじないであるとか占いもそうですけど、うん、あの幽霊もそうです、はい、実際にいるかいないかわからないものをいるかのように放送すること自体を放送法は禁じてる、禁じてるんですね。そうなんですね。なので僕が最後にこの間やってたような番組でも、実はナレーションもテロップも心霊って使ってないです。一回も。ああ、そうなんですね。代わりになる言葉を使ってる。顔のように見えるとか、手のようなものとか、不気味な声とか、はいはい、声も言えないですね。声のようなな、声のような音、言い切ってダメなんですね。声ってこういう表現で、これがだから幽霊とか心霊だとは一言も実は言わずに放送してたりとか、まあ、やろうと思えばいくらでもいろんな方法はあって、なるほど、はい、まあだからそういう意味ではすごくもうちょっと公平に煽りすぎない、はい、僕煽りすぎるのもあんま好きじゃないので、はいはいはい、誰かの恨みがとか、そんなことよりももうちょっとフラットに心霊番組作れる土壌にはあるんです。ただまあ、はい、ここもまた難しい問題ですけど、はい、スポンサーがあんまりついてくれないんです。そうか、そうなんですね。ホラーってつかないんですね。営業的にはそう売りづらい、まあそうか、案件ではあるので、そういう意味ではあんまりその好かれしないんですよね。高く売れるわけでもそ, ねまあ、そこに CM 出したくないっていうのは非常にわかるんですけどね。うん、ホラー映画とかにスポンサーってあんまつかないんですか。じゃあホラー映画はまた別なんですか。まあだからそれはもう完全に回収できると思ってつくものと、 CM を出稿するのはまた話が違う、ね、話が違うか。そこも複雑ですね。なるほど、業界っていろいろあるんだ。いやだから我々もなんとかテレビ出ようとしたらやっぱ千葉さんに頑張っていただかないと、うん、まあそうだねそうだねってのもおかしい。俺らが頑張りたらしいんだけど、いやいや、まあね、そうなんですよ、ね、なんかね、うん、テレビ出てきたら、ね、そうですね、なんかね、しぶとく僕もホラーをずっとやり続けようとは思ってます。あ、ぜひお願いします、はい、本当に千葉さんのこれからの作品もね、楽しみっていうか。でも本当に映ってしまうとというか、うん、そのオクラになってしまったその手の部分とかっていうのは、うん、バッて取れたっていうだけに何とも軸にしたから、ね、でもそれこそそのテレビ局の人たちと話していて諦めないで、はい、じゃあ検証込みで次出そうよと、ほほほほほいうところまでも、なるほど、持ってますよ。ね、まあ、それを今度横澤がその検証を良しとするかっていうところなんだ。せめぎ合いがあるんだ、はい、すごいお話たくさんいただいたんですけど、はい、千葉さん、うちの相方サメに生かすことできますか。いやちょっと千葉さんは多分ね、僕はね、僕みたいなのはダメだと思う。誰似合わない大好物マジっすか。サメ似合ってる。似合ってるってね。サメ似合ってんだ俺、ね、サメの柄とか似合ってないかもしれないけど、はいはい、サメの中にいるモーモーさんは、はい、食われてんじゃねえか。そうだったらもうサメの中にいるモーモーさんって、もうこれは今後ともよろしくお願いします。いや、すごいお話いろいろいただきました。はい、シャレにならない裏の話、今後もですねいろいろなゲストをお迎えしまして行っていきますので、皆様楽しみにしておいてください。はい、というところで今回はテレビディレクター千葉さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。